北海道で最大の港町、苫小牧市。今、とあるキャラクターに会うために道内、道外から多くの人が集まっています。どちらからいらっしゃったんですか？今日は八雲の方。大分です。観光案内所にいるこちらの尻尾に馬耳が生えたキャラクター、全国から注目が集まっています。オグリキャップ一番人気です。実在する競走馬がモチーフとなった馬娘。ゲームではプレイヤーが新人トレーナーとして馬娘たちを育成し、レースの勝利などの目標達成を目指します。この馬娘の中で今注目を集めているのが北高たるまえ。郷土愛にあふれ、過疎化が進む苫小牧市を盛り上げようと PR 活動に取り組むローカルアイドル、ロコドルです。モチーフとなったのは苫小牧市の観光大使に任命されたこともある実在の名馬です。北高たるまえが話題になったのを受け、苫小牧観光協会は今年に入り案内所に等身大パネルを設置したところ、このパネル目当てに訪れるファンが。この勢いは4ヶ月経った今でも変わりません。復興たるまえのパネルを目的にいらっしゃったんですか？そうですね、地元の復興のためにこんなに頑張る子なんだなと思って。苫小牧っていうとやっぱり北海道のフェリーの玄関口っていうイメージだったんですけども、やっぱりそういうキャラクターとかそういうのでますますちょっと興味持つようになって。はい、ゴールデンウィーク期間中も250人以上がパネル撮影に訪れたといいます。北高たるまえによる影響はここにも。去年12月、ウマ娘の公式のアカウントに投稿されたイラスト。テーブルの上には道民におなじみのあの名家が。SNS では酔いと負けの登場に大盛り上がり。このイラストが投稿されてから酔いと負けの売り上げはおよそ3倍に。贈り物とかにメッセージカードで馬娘で紹介されたよっていうメッセージを加えてお菓子を発送されたりするお客様がいたりとかで、若いお客様とか幅広い年齢層の方に知っていただいたということは大変嬉しく思っています。ファンから注目を集めているキャラクターは北高たるまえだけではありません。あの街知ってる？苫小牧。美味しさあふれる苫小牧。いいとこいっぱい。下から行こう苫小牧。ゲーム内には苫小牧市のご当地キャラクタートマチョップが登場。こちらもゲームプレイヤーらの注目を集めました。北高たるまえに誰やろうっていうのが気になってで市場で調べてで、ご当地キャラなんやっていうのをして、いろいろちょっと興味関心が持つようにはなりました。中にはこんな馬娘ファンも。次々とトマチョップグッズを手に取る男性。購入したグッズの数は30点以上。きっかけというのは、この馬娘です。見た目が良かったんですよね。何の生き物か分からなかったので、なんかみんなに知ってもらいたいですよね。去年に比べてだいたい倍ぐらいは売れてます。来場してくれる人が増えてきて、でやっぱりトマチョップかわいいねということで、道内道外の方に結構多く買っていただいているような感じになっております。ゲームをきっかけにした新たなつながりも徐々に広がっています。フォロワー数約3700人くらいだったんですけれども、4月21日にですね、フォロワー数が1万人を超えましてやったね。フィーバーは馬産地でも。先週紋別競馬場で行われたイベントでは2日間限定で人気の馬娘たちのパネルが置かれ、写真を撮るたくさんのファンの姿がありました。このパネル目当てで
まあ、もともと僕競馬が好きやったっていうのもあったんですけど、彼はちょっと馬娘から、僕馬娘から馬にハマって行くきっかけになる感じです。なんか競走馬の産地らしいですよね。それも分かんなかったんですけど、まあ、そういうのも知りたいので日高町では2月から飲食店で馬娘のキャラクターが書かれた日高馬娘カードを配布。配られるのは日高町ゆかりのキャラクターに限定するなど、物語の世界観と街をシンクロさせます。ご飯に行くたびにいつも一人一枚もらえるの楽しみに、馬産地なので馬好きな友達がいっぱいいて、よくこう交換したりしてました。面白いんじゃないですか。なんかここの街しかやってない感じでしょ、うん、結構郊外から馬みたいとかって話も来ますね、うん。日高町では馬娘カードが5万枚用意されていましたが、残りはもうわずか。今回の馬娘カードをきっかけに、日高町に来ていただいて、また飲食店を利用していただいて、日高町の活性化につながればいいと思っています。ゲームやアニメなどの物語をきっかけにその地域を知っていく新しい旅のスタイルが広がっています。